こんにちは、速稼塾の久保です。あなたは成功したくありませんか？私ね、48歳になるんですけども、友人に同じ年のね、赤下祐樹さんって方がいらっしゃるんですよ。この方は広島市内で出会ったんですけども、ものすごくね、実業に腰を入れられていて、店舗を経営したりね、それからいろんなコンサルしたりとか、さまざま力を発揮していらっしゃる方なんですよ。この方が同い年48歳にして今度ね、出版することになったんですよね。その出版には自分がどうやってここまで上り詰めたのか、普通の人が20代でどのようにして今の人生を獲得したのかってことが語られてるんですよ。まあその中ではね、例えばですよ、自分の店を持ちたいとか、閉塞感があってあまり幸せを感じられていないとか、夢や目標を持って頑張っていきたいとかね、かっこいい大人になりたいとか、自分にぴったりの経営理念を持ちたいとか、まあ本当にね、前向きなことばかりが出てくるんですよね。まあ、そういった気持ちに共感をしていただきたくてね、今回出版されるわけですけども、今回この動画を見てらっしゃる方にぜひね、ズーム対談を私ね、3月4日21時にこの赤下祐樹さんとしますので、ぜひご参加いただきたいと思います。必ずですね、あなたの閉塞感を打ち破ってお金を稼いだりとかね、もうそれ以上にね、人に喜ばれる、そんな人になるんではないかなと思います。短い時間ですけども、ご一緒できれば、ね、幸いでございます。この赤下祐樹さんというのはね、速稼塾のファイナルというね、私のビジネスの最後の会に参加してくださった方で、かなり力をつけてくださっている方だと思います。これからね、皆さんとのご縁をつなぐ意味でも、こういったね、まあ言ってみればね、ちょっとこう実業界の大物と触れ合う機会っていうのも持っていただければなと思います。自信を持ってお勧めする友人です。それでは3月4日21時からズームライブの方で、お待ちしておりますので、ぜひお越しください。よろしくお願いします。